アントニオ・マリア・クラレは、スペインのカトリック教会司祭、司教、聖人、聖クラレチアン選教会創立者。記念日は10月24日。クラレは、カタルーニャ地方サレントの織物産業の家族の一員として生を受け、5歳の頃、永遠の来世について苦しみ痛感した。その頃から司祭への志があったが、家族の承認を得られず、家業に従事し、 技術習得のためバルセロナに行った。22歳の時、周囲から期待された将来を放棄し、カルトジオ会の修道士になることを決めたが、健康上の理由により、断念、教区の神学校に入学した。1835年に、司祭除解され、1839年に、イエズス会に入会するも、大会、教区司祭として、カタルーニャ地方、 カナリア諸島の教会を巡り信者を死亡した。クラーレが除海された当時、19世紀のスペインは、ナポレオンによる侵攻、度重なる内戦で荒廃していたが、彼はそれを厭わなかった。1849年、同僚司祭と共に選挙会をビッグにて結成、クラレチアン選挙会の元となる。同年、キューバの大司教に任命される。クラーレは当初は断ったが受け入れ、 翌1850年に司教除海を受けてキューバに立った。1855年に汚れなき聖母のクラレチアン修道除海を創立、現地での死亡に当たった。1857年、スペイン女王イサベル2世の長在司祭として帰国、宮廷での霊的指導者となる。1867年、政変によりクラレは女王一家、宮廷関係者と共に、 フランスへ、亡命、二度と故郷に帰ることがなかった。1869年、第一話地漢港会議出席のため、ローマに赴くが体調が悪化。1870年、起点した。1950年、ローマ教皇ピウス12世により、劣勢された。ありがとうございます。